お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらゴレエリババエリポンですね、はい、やっていきたいなと思います。もう見るからにすごい強そうなんですけど、非常にね流行ってほしくないなと、思うのが一つあるんですけども、これね海外のプロ選手トライブっていうチームの、ジュピターキングっていう選手がね使ってたんですけども、ちょっとね引っ張ってきました。ちょっと強そうなんで、ね、マジでゴレを出さずに一生エリポン置きまくって耐えて、なんならその耐えてる間のエリババでタワーに結構ダメージ与えれちゃうんじゃないかっていう。で後半に入ったらまあエリポンもね溜まってるだろうし、まあ溜まってなくてもケツエリゴレして相手にこうまあ中型スペル、まあファイボとかまあロケとかがなければ、まあゴレの後ろにエリババランバードラドラで、まあ、なんか来ても攻め取るので全部巻き込んでみたいな、でもそんなねすごいゴリ押しをするようなデッキです。まあもし相手がまあそういうスペルがあるならば逆サイドにランバーとかエリババとかをねつけてあげて両サイ攻めとかもねすごい可能になると思うんですよ。まあなんならゴレは出した瞬間の隙が生まれるので、まあ、その瞬間に逆サイ来たのをエリババでね回収してカウンター行くぞというような、非常にね流行ってほしくないデッキですね。これはとりあえずエリポン行きます。あー元気動されたまあいいか、そんなそんな痛くはねえか、いやちょっと痛いな、まあ、ちょっと痛いけど今回相手はなんだドラ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 でしたね。エリゴレかエリゴレ対ゴレエリババ。まあ、どっちが強い？いや、なかなか、際どいラインですね。よいしょ。なんか、最近エリババ動画よく出してるんで、てか、エリババがやっぱ環境なんでね、動画出すんですけど、なんか本当に、チンパンみたいなデッキしかいないですね。この、ゴリ押しみたいな。ゴリ押しに見えちゃうんですかね、エリババとかだとやっぱり。よいしょ。ちょっとね。うまいエリババを見せたいですね。いや、エリババうまって。なんないかな。そのエリババうますぎやろって。なんねえか。エリババだーってなるっすね、多分。まあ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 。ちょっとね、頑張っていきます。僕がね、うまいエリババ使いになれたらいいなと。外役。うまいエリババ使い目指してね、ちょっと頑張っていこうかなと思います。これ、ゴレ出すタイミングむずいっすね。相手がでも、攻めスペルなさそうなんで、一生、置けそうなんですよね、別に。あれを。いや、これちょっとミスったか。一生エリポン置けそうなんで、一生エリポン置いていきます、一旦。一生エリポン置いて、多分相手エリゴレっすね、これ。ヒーラー出してないけど、多分ね、エリゴレだと思うんですよ。いや、ババカ後ろいたな。いや、これは言っていいな。エリポン2個だったし、さあ、どっちが勝つ？で、いや、問題は、あれだな、ヒーラーだ、お前、飛んでんのか透けてんのかよくわかんねえやつ、ちょっとずりーな、あれ。あれ、やばいっすね。で、ライダーを引っ張んないといけなくて、で、ヒーラー分ちょっと負けちゃうかもしんねえな、これ。これ、やばい、待って、頼む、ゴレマイトとかで頑張れねえかな。いや、でも、いや、ユニットが俺の方が早い。OK。レイジで勝ったせたらな。よしよし。いや、ライドラ来たら攻め取るねえだけどな。一回リポーンとか置いちゃって、耐えてみよう。よしよしよし。いや、めっちゃいい。めっちゃいい。耐えろ耐えろ。これ、端前来たら、危ない。よし。なんならここで、もう一回ケツゴレ。いや、ヒーラーありで、この空対、相手がヒーラーいるのに、この空対決を制したのはやばいっすね。さすがに。エリポンと、まあ、ランバーのレイジのおかげかな。あとは、ユニットブップはそれだけなんで、もうここまで来たら、僕のね、エリババにはお休みしていただこうかな、という感じでね。さあ、攻め取るねからの、もう一回空が欲しいな、僕は。あれを焼き尽くすには空がいる。いや、空がねえと勝てねえ。頑張れ、頑張れ、頑張れ。よしよし、空を、いや、やりすぎたか。いや、なんなら、ここで、行け！初登場か、お前。よくやった、エリババ。よくやったぞ、エリババ。褒めてあげるよ。多分出してなかったっすよね。はい。多
多分出したかな、覚えてねえわ。そんな活躍してなかったですね今回。まあ、あのエリポンがね、相手が中型スペルなかったんでエリポンが大活躍してましたねという感じでね、まあ、後半になればあれ片エリ相手がまあヒーラーとかね、いなければもうエリババとかつけてもうユニットぶっぱとかだったんですけど、今回はね空対決を制さないといけなかったので、まあああいう風なね立ち回りになりましたねと。まあ状況に応じてね、エリババを出すのか出さないのか、ソロユニットを出すのか出さないのか、エリポンを貯めるのかどうなるかっていう風なのね、見極めていけたらいいかなと思います。さあこれ、まあ、逆サイド攻められても、あの、番人いるんでね。さあ、お面かぶって番人いるんでね。さあ、来た。ちょっと待って。うばい、これ、レイジ対決、俺多分勝てねえんじゃ？レイジ対決って言うのかな？あ、やばい。いや、でもこれは、なんならマスケから処理したらめっちゃいい。いや、めっちゃいい。で、これにタルババつけてあげると、地味に無視もできない。うん。なんか飛んでるやついるな。まあ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 、ここは、いいでしょう。で、これはね、なぜこのトルネを使うかっていうと、エリポン置きたかったんでね。そう、エリポン置くためだけに、このトルネを作りました。いやー、エリババ対決だ。真のエリババ使いが決まりますよ。いやー、負けてらんない。マジで。世界一のエリババ使い目指してるから、俺。ポケモンマスター的な感じのね、エリババマスターに僕はなるんだね、ちょっと。いやー、ライドラめっちゃいいなー、これ。ライドラめっちゃいいなー。でも、マスケ来るのかな、この辺に。あ、来た。本当に来た。あ、待って、チェーンが終わってる。チェーン、いや、あ、でも、スパーキー打つの遅くなったんで、今の、受けなかったですね。あ、これ、さては来た。いけ！この、ゴレ出す前のユニットブッパがめっちゃ強い、あるある。ランバーのね、ランバーのレイジで、いや、これちょっとトルネしたらワンチャン勝てる。あ、泣きたくなるな。いや待って、これ一旦守るか。まあ守んなくてもいい。エリポン置きたいっすね。エリポン置きたいんですけど、守れそうなんで守っちゃいますね。なんならチェーンとヒースピー、あー危ねえ。オッケーオッケー。お、待って、やばい。エリババ強っ。あー、よく耐えた。いや、これエリババ作れたら勝ってましたけど、今回相手ゴブジェイスパーキーでレイジー型なので、あの、マジでエリポン、今回はまたエリポンですね。エリポン最強説がありますね、これ。よいしょ。さあ、とりあえず、耐えます。で、ヒースピが来るな。うん。間違いなく来る。あ、でもヒースピが早い。レイジで早いんや。オッケー、来た。いや、なんだろ。これちょっと待って。俺、出してねえわ、あいつ。さっきは、エリババをほぼ出さずに勝って、今回は、ゴルを出さずに勝つというね。すごい、独特な勝ち方をしてるんですけども、まあ、両方を通して、まあ、共通してるのがエリポンですかね。エリポンで、しっかりアド取ったことによって、まあ、どっちかを出さずにでも勝てるというね。まあ、でも、最強なのは、やっぱこう、ゴレ、エリババ、ランバー、ドラドラ。そこまでいけると、まあ、最強な形だと思いますね。ロケぐらいでしか止まんないと思いますね。その形を作れると、まあ、理想かなと思います。今回の相手ね、ヤンキーっすね。初手バルーンはね、なかなか。で、これスケドラちょっとカウンター来るのめんどくさいんで、あー、いいトルネード。いや、でもこれやばい。やりますね。いや、めちゃくちゃいいキング軌道ですね。このキング軌道はピンチです。まあでも今回相手、ナイト、スケドラ、バルーン。ナイト、スケドラ、バルーンで、あれだな、エリポンいてもいいんですけど、今トルネ使った後なんで、単純にバルーン来たら、やられる？あ、なんか来てるな。やば！ちょっと待って。眩しさから気づかなかったんだけど。光加減によってね、ちょっと隠れてきましたね、あのラバハンドが。さあ、まあ、これは、ホバとか、ま、いろいろユニット追加されたら困るので、低めにね、さあ、ユニット配置していきます。で、これ、次トルネードなので、トルネ回してキング起動しちゃいますね。よいしょ。さあ、まあ、一発受けるのはま、しょうがないんでね。これで、よしよし、キング起動したので、まあ、ここでディガー来たけど、まあ、ディガー使ってくれたって思えば、これにもうね、エリポン置くだけでね、
いや、いい流れですね。勝てます、多分。スペルがね、相手がファイブかヤナメがどっちあるかって感じですかね。ヤナメだったらいいな。ライドラ、もう一発。えい、家柄せい。さあ、まあ、ここ、ラバ来ても、ベビとライドラのチェーンでね、多分、守れると思います。さあ、ライドラ OP、範囲をね、しっかり。あ、これ、トレネ使っちゃうかな。トレネ使っちゃって、おい、危ねえ、今使ってないと僕にユニット溶かされてましたね。で、なんなら、タイル、OK。これ、遊んでないですからね。いや、エリフいらなかったかな。さすがに遊んでるか、これ。やばい。ちょっとやったな。まあ、一回、これ、防衛して、8枚ゴレするだけなんですけど、防衛できるかが際だな。これ、ちょっとやばいかも。ちょっとやばいかもしれない。いや、でも、これ、ラバルで12コス使ったんで、このエリボは止まんないでしょ。止まったらやばい。オッケーオッケーオッケー。いや、なんなら、これで8枚ゴレして、来た。一個守りつつの、で、ディガー拾います。さっきから一生裏なんで、って。あはー、前に来た。まあまあまあ、これちょっとトルネード剥がしちゃおう。いや、いいトルネード。あー、これ来ましたね。レッツパーティー。いや、最強の形、これ。ゴレランバー、ドラドラの、エリババ。絶対止まんないでしょ。やけー、ナイス、グッドゲームという感じで。綺麗ですね。最後一回、エリポンなくてもよかったかもしれないっていう感じだったんですけど、最後、まあまあまあ。まあまあちょっと危なかったですね。エリフォン置く必要なかったですね、最後。まあでも、ちょっとね、相手にエリフォン壊すスペルとかがないと、置きたくなっちゃうんですよね。さあ今回ビッグスピン、この人ね、スケラー使いですね。結構昔のプレイヤーだと思いますね。昔って、子さん分じゃねえって、ちょっと思われるかもしれないんですけど。いや、これで全然違うデッキ使ってんだよな。さあ。相手が待ってくるのは、まあ、好都合ですね。まあ、エリポン欲しいな。エリポン。これ、トレネでちょっとエリポン、来なかったな。エリババ、おい!まさか。こいつ鏡やな。俺が言ったことをしてくるわ、さでは。言ったこととしたことしてくるな。お前し、おぉちょっと待って。そんなことある。ちょ、これ、やばくない?めっちゃ面白いんだけど。あくびスタンプ今探してる。よろしくからの、とどめの、トロフィー、来い。これでも来たらめっちゃ面白いけどな。今探してる?横にスライドしてる?いや、ないんかい。面白いな。めっちゃ楽しいやん。さあ、ロケット星は多分持ってるよね。このね、スタンプガステン。ああ、やばくない？このスタンプ使ったやつ使ってくれるんだけど。何してんのっていう。何してんのって感じなんだけど。バルキリースタンプまさか持ってない。まさか。ああ、やるなって送っとこう。ちょっと待って。ああ、キャキャキャ、ユーノコイン。やば!鏡なんだけど、こいつマジで。めっちゃおもろい。さあさあさあ。もうとりあえずゴレ展開していきます。あ!やばい、これ。ミラー対決説ある。ちょっと待って。まさか、プレイは全然ミラーじゃねえのに、これ。やば!全く同じだ。さあ、これはね、ドラドラが残った方の勝ちですね、ぶっちゃけ。ぶっちゃけドラドラが残った方が勝ち。で、これ、後からエリババ追加だな。攻め取るねがあればな、なんでもいいんだけどな。よいしょ。さあ、で、ライドラが来る。よいしょ、これですね。お互い、うわー、めっちゃうまい防衛。突破してくれ。あー、でっけえ、来た。これは、どうなんだろうな。エリポン、あ、待って、折れないってやばい。え、ちょっと待って、どうなんだろうな、とか言ってる場合じゃねえ。ワンチャン持ってかれるな、これ。ちょっと待ってよ。汗。やばい。待って。焦ってきたよ。ちょっと焦ってきた。トルネのダメージ計算します。70だな。いや、73回?いや、きついなぁ。73回ちょっときついのと、このユニット追加もきついのと、やばい。ちょっと待って、ワンチャン持ってかれそう。やばい。
やばいやばいやばい、やめて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 マジで、やばいやばい、あ、気づいた、相手も滑りがないから相手と一緒のことすればいいんだ。これから今から相手がしたことと全く一緒のことをすれば僕は負けない。いやでもこれは違うな、防衛だな、さすがに。よしよしよし、いやちょっとむずいな、ちょっとむずいな、ちょっとむずいな。まあ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 、まあ、ライドラ、ソラマントですね、ソラが強いで、しっかり耐えて、オッケーオッケーオッケー。いや負けないでしょ、俺も8枚ゴール行ってもいい気がするけど、一旦これあとライドラちょっと邪魔なんで逆サイ行ってもらって、よし、これは止まんないですね。あれ、グッドゲーム、はい、グッドゲームというね、ちょっとね、この人は楽しかったですね。試合しててこんな楽しいことあんまないんですけど、まあそういうわけでね、ぜひね、このエリババゴレエリポンデッキですね、使ってみてくださいというわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした、またね。